戦争や核兵器の問題を自分事として捉え、どう行動するかを問いかける展示を目指す原爆資料館展示リニューアルの基本計画。パブリックコメントを受けて一部変更された最終案が審議会で示されました。市は日本の戦争加害の歴史の展示をめぐって市民団体から要望が相次いだことなどを受け、丁寧に検討する必要があるとして、リニューアル完了の時期を2026年度以降に1年以上延期、今年夏には市民参加のワークショップを3回程度開くなどして広く意見を聞くとしています。来年度の運営審議会では展示構成や展示手法など基本設計の作成を目指します。